では金太郎選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。現在の心境はいかがでしょうか？準備しっかりできてきたかなっていう感じです。対戦相手の印象を教えていただけますか？印象、手足が長くて、身長がでかいかなっていうぐらいですかね。別にそんなあんまり意識してないです。ご自身でどんな試合展開になると予想しますか？しんどい試合をしようと思ってます。別にしんどい試合をする覚悟をしてきました。はい、はい、ありがとうございます。オフィシャルからは一旦以上になります。はい、その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。マスコミの方、ご質問ある方は媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。それでは合格、松山さんお願いします。はい、お願いします。お願いします。今減量計量したに向けてですね、ですけれど、大体何キロぐらいから落としてきた感じですか？体重は68ぐらいから落としてきました。はい。じゃあ通常体重からそんなにすごく重いというわけではない？そうですね、前回の試合からあまり経ってないんで、はい、そこまで体重も増えなかったです。はい、先ほどしんどい試合をする覚悟はできているということですけど、はい、そのしんどい試合をするため の練習はどのような練習をしてきましたでしょうか？組も、打撃も、総合トータルというか、総合的な練習をかなりやってきたんで、そこは自信あります。練習の中で萩原恭平選手と組んでる写真とかも見ました。はい、お互いに試合を控えてて、萩原選手もサウスポーと戦うということで、対戦相手にも想定してできて、とてもいい選手だと言ってましたけれど、はい、金太郎選手にとってはそのフェザーの相手とさっき組むのはどんな練習だったでしょうか？いつも練習してるんで、すごいいい練習相手 で、打撃も強くて、で、すごいテクニックもあるんで、そこはすごい自分としてもいい練習になりましたね。で、互いにちょうど試合を控えてるから。そうですね、はい。改めてですけど、井上尚弥選手 の、 打撃スタイルをどういうふうに攻略したいというふうに、イメージはできてますか？そこは、試合で見てもらえればみんな分かると思うんですけど、すごいスピードがある選手で、はい、テクニックがあるのかなっていうぐらいですね。スピードがあってテクニックがある、はい、けれど、それをに対抗できる金太郎選手の武器が見えているということでしょうか？そうですね、総合格闘技なんで、打撃だけじゃなくて、寝技にしろレスリングにしろ、いろいろあると思うんですけど、お互いいろいろあると思うんで、そこは試合でお互い全力を出そうかなっていう感じですね。それを15分間やりきる自信がある？はい、自信あります。はい、分かりました。今いろんな予想が出てますけれど、その下馬評が井上選手にかなり傾いていることについてはどういうふうに感じてますか？いや、別に全然気にしてないですね、そこは。はい、見とけよという感じもありますか、試合を？見とけよというか、普通に自信あるんで、見とけよとかそんなんは別に思ってないですけど、はい、自分の戦いをできればなと思ってます。自分の戦い、はい、自分の戦いとはすなわち、自分が納得する試合をできればなと思ってます。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？
私からもう一つよろしいですか。はい、お願いします。この、2回戦勝ち上がったら次は準決勝となりますが、はい、その際は、前回のような抽選で選ぶか、今回のように対戦カードを主催者側に決められる、選べるとしたらどちらがいいと思いますか。どっちでもいいですね。はい、誰が相手でも受けて立つと。そうですね、まあ今は目の前のことしか頭にないというか、とりあえず明後日の試合のことしか考えれないですね。終わってから考えようかなと思ってます。ありがとうございます。その他マスコミの方ご質問よろしいでしょうか。はい、それでは合格松山さんお願いします。ちょっとだけ追加で、今回の試合のために用意してきた武器は何かありますか。まあいろいろ用意してきたんで、うん、まあ、幅広く用意してきました。なるほど、はい、まあ、武器を言ったらね、ちょっと作戦とかもあるんで、うん、まあ、ちょっと明後日までお楽しみにしておいてほしいんですけど、はいはい、さまざまな局面でいくつか用意してあると。そうですね、はい、この試合、勝敗を分けるポイントは場合 何になると思ってますか。勝敗を分けるポイント、まあ、まあ、自分次第かなと思ってます。ああ、はい、相手ではなくて自分次第。まあ、自分次第だなって思ってます。うん、それをやりきれれば勝てる。そうですね、決めてきたことをしっかりやれれば大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方よろしいでしょうか。それでは金太郎選手の試合前インタビュー終了になります。ありがとうございました。ありがとうございました。